泉水ミドル魔宮ですね。もう満腹しちゃったよという人もいるだろうし、ちょっとそういう意味では、徐々に注目度薄れてるかもしれませんが、だいぶ勝ち方が定式化してきたところですね。ちょっとここもガイドということでやってみましょうか。まだまだ苦戦している方もいらっしゃるかもしれないですね。私のこのデッキ割と勝ちやすかったんですけど、相手言うならこの、よいしょ。カモさんですね。これスーパーコピーガード持ってるんですけど、ちょっとコピーガードありで、コの字を作れるっていうのが貴重なんで、使う機会が近づいてきたらちょっと温存するような感じですね。それがある意味意識していることですね。ではやってみます。じゃあ1ターン目ですね。この運の脇に、死を入れるか、左に入れるか右に入れるかっていうのは結構私迷いがちなんですけど、この場合、鞍馬を小さい余にできますので、こう入れて、ここに死を入れようかなと。で、あとはコピーガードのところですね。ちょっとコピーガードあるキャラ少なめなんで、これを入れて、ヒール崩さなきゃいけないんで、これでしょう。1ターン目はいいんですけど、2ターン目がね、ちょっと若干どうしようかなと思うときありますけどね。2ターン目ですね。ここで、死の字を少し温存しとくと楽なんですけど、残しといた、この死、これ入れます。で、ここね、コピーカード2つ並んでて、ちょっとやりにくいですね。で、トの字は次のターンで使えそうなんで、こっち使うか。よっ、とりあえずどっち使うかな。どっちでもいいか。これ入れると2文字でもすご技出るんでやってみようか。2ターンで崩れた。こういうふうにこう中野ってすご技簡単に出るんで、達成条件を満たすときは便利ですよね。ここですね。これで私だとできれば同工法っていう字を作りたいと思ってますね。コピーマスを使ってですね、うの字を作ります。で、カモをここに入れて、こっちは工法士か工法かを狙う感じです。
まあ、どのキャラも強いですよね。っていうか、今一番強かったのは、カモかな、もしかして。ちょっとここが、まあ、5文字達成の条件消えたんで、その意味では楽にやってきますけど。このくの字を入れるんですね。コピーガードありのくですね。これならちょっと困っちゃうんで。まあ、こうか。まず夕食。まあ、これ意外かもしれないけど、食書っていう言葉ありますね。これやるためにどうしてもクラマーがいるような感じです。あ、乙骨で勝っちゃった。まあこういうふうにうまくいくと4ターンぐらいでだいたい勝てるのが通常になってきましたね。ほとんどあんま悩んでないですね。まあ参考になれば。では。